はい、どうもこんにちは、川野です。先日行われたジャパンオープンでね、優勝してアジア競技大会に日本代表としてね、今年出場する予定だったんですが、アジア競技大会延期となりました。9月に中国で開催される予定だったんですけど、コロナがね、また拡大してるっぽくて、それで延期になってしまいました。ちょっとね、これについて話したいことが2つあるんですけど、全然ネガティブな話じゃないです。むしろポジティブ。まず一つ目は、9月にね、被ってて出れなかったレッドブル主催の2on2の大会あるじゃないですか。あれをね、孫さんと出場しますよっていうことと、二つ目は、これがこの動画の本筋なんですけど、ちょっとね、ギネス申請いけへんかなと思って。俺前回のシーズンね、こういう大会優勝してからの、すいません、世界大会は中止ですみたいな、延期的なやつがね、めちゃくちゃあったんですよね。数えるともうエボ優勝からの世界大会中止、 CPT 優勝からのカプコンカップ中止、ストリートファイターリーグ準優勝でもともとは世界大会行けるはずだったんですけど、それも中止。そしてね、ジャパンオープン優勝でアジア競技大会あるはずが延期。これ面白そうだし、俺ギネス申請してみようかなと思って。何のギネスかっていうと、なんか最もその年に大会を中止延期になったプロゲーマーみたいな感じで、いけへんかなみたいな。これね、俺本当にギネスに関してあんまり詳しくないんで、ちょっと詳しい人、これいけそうかどうかコメント欄で教えてください。ギネス申請に5万円とかね、確かね、かかるんですよね。だからむやみやたらに申請はしたくないっていう。はい、俺この負け方した時ね、めちゃくちゃ爆笑しました、本当に。はい、ちょっと話戻します。ただもしね、可能性が 20% とかでもあるなら、ちょっとね、面白そうだし、ギネス申請やってみようかなって思います。そういう話でした。はい、アジア競技大会延期についてはね、残念ですけど、これ次回メンバーどうするんだろうなって思います。またね、大会開いて出場者別な人になるかもしれないし、どうなるんだろうっていう。で、ワンチャン延期した後、スト5じゃなくてスト6になってる可能性とかもあるんで、ちょっとまだわかんないですね。さすがにタイトル変わったら出場者もね、変わる気がします。まあその時に強いやつが出るべきだと思うんで、そこで出場者また変わっても全然 OK 的な感じです。はい、というわけでちょっとコメント欄でね、これギネスいけそうかどうか教えてください、お願いします。マジで 20% とかでもいけそうだったら申請してみます。何言ってんだこいつって思うかもしれませんが、まあ良ければね、教えてください。はい、もう無理だったら無理だバカ野郎っつってください。はい、お願いします。というわけでね、バイバイ。